兵庫県立舞子公園は兵庫県神戸市垂水区東舞子町にある都市公園。垂水区の西側あたりから明石市の東あたり一帯の浜を古くは舞子の浜と呼び、妻の浜と並ぶ名所で、江戸時代には旅の休憩所として多くの待合茶屋が存在した。歌川広重が張馬舞子の浜では風や強い波により砂が流され、 自然に、値上がり松のような形となった、白車聖書の美しい海岸風景が描かれている。明治時代に入ると、明治天皇や有栖川の宮がよく訪れ、明治21年に有栖川の宮別邸が設けられてからは、聖在海人の別邸が近隣に建設されるようになった。明治33年に、初の県立公園として、舞妓公園が開設され、 皇王のマウガゴきと、称された老松の林と海峡の風景が広がる公園であった。戦前まで松林は保たれていたが戦後になって、台風、車の排気ガス、病害中などにより弱り始めたため、元の松林に戻そうと、様々な対策を行ったが弱り続け、昭和30年代後半には最悪の状況になった。この時、松の総数は、 約1200本あり、その内約150本が多い松であった。このため専門家の指導を受け、防風防潮林の設置、沿路の整備、角度の施肥肥料植物の植え付け、他の海岸園に育った松を植えるなどの対策を行った結果、昭和40年代後半から成果が現れ始め、松林は回復してきた。昭和61年から始まった、 赤石海峡大橋の建設と、その関連工事のため、順調に育ってきた千本以上の松が移植され、新しく南側の埋め立て地が公園となり390本の松が植えられ、明治時代まであった根上がり松を、周辺地域の人々と長い年月をかけて再生しようとする試みも始まっている。現在、この松林を含む一帯は公園として、 ベンチや遊具が設けられ、ダイバー跡トや、村文記念館などの史跡も整備され、週末には、明石海峡大橋などを目当ての観光客も数多く訪れ、憩いの場となっている。ありがとうございます。